さっと。ですね、今は、ボーカルアニソンコンテストの、控え室に来ているんですけれども、今日はですね、なんと学生審査員という形でですね、あの過去の、まあ、ショーの在校生のボーカル科の学生で、過去にこの、ね、ボーカルアニソンコンテストで優勝したことあったりだとかね、受賞経験のある学生が4名今日選抜なんですけど、そのうちの1人、今日丸山くんに今インタビューをしていきたいと思います。はい、じゃあ、ですね、丸山さん、はい、丸山さん、はい、何年前でしたっけ、ちょうど2年経ちます。2年経って曲を出してから1年経ちます。そっか、はい、早いね、はい、じゃあ今日参加のね高校生多分みんな緊張してると思うんですけれども、はい、なんか一言メッセージというかアドバイスを、ぜひ楽しんでステージ、精一杯やってください。映ってねじゃあ最後に頑張れ王的なやつ、頑張ってね王みたいな、頑張れ